何してるの？フルーツウォーターサーバーをちょっと工作してみようと思ってな。何そんな女子力高いもん作ってんの？皆さん、こんにちは。ただいまのアイノトーン時刻は2020年4月22日、水曜日の午後5時51分です。では、本日のお知らせです。おかげさまで、たぬき商店の営業も順調とのことで、この度、売り場の面積を広げるため、改装工事が行われるそうです。おー、マジで？あ、やっぱり発展するんや。じゃあ最終的にはデパートとかなるんかな？明日は1日工事のために臨時休業で、買取ボックスも含めて利用できなくなるそうなので、マジで買取ボックスも？急ぎの買い物や買取は今日の営業時間内に済ませておくことをお勧めいたします。では、本日も楽しい一日になりますように。ほい！ということで今回もやっていきたいと思います。まあ、てことはあれやね。一応、まあお金稼ぎはするとして、いろいろと収納の中とかにしまっておいて後からまとめて売る感じになるかな。めっちゃ水が流れる音が聞こえる。お、たぬきマイレージプログラム。何頼んだんやったっけな。風車かなんかやった。そしてケケ先生。とりあえずこっちの風力発電機や。風力発電機どうしよう。左側にしよっかな。やっほーアンチョビー。やっほーアンチョビだよーです。話に来たよ。僕お散歩大好きなんだ。だって空気が美味しくてすっごく気持ちいいんだもんです。かわいいな、アンチョビ。いいね、癒されるね。はい、そしてちょっと風力発電機を、私はこっち側に立てておこうかなと、思っている。どの辺がいい？やっぱ向こうの端っこの方、この辺とか？いや、こっちの方かな。それはちょっと奥すぎ。なんかそういうのがね、どういう感じに立っとんかがいまいち私にはわからんねよね。とりあえず置くけれども。ちょ、待って。よいしょ。こっち向きよね、まあ置くとしたら。こんな波打ち際じゃないよね、きっと。ってことは、もうちょい後ろの方に置いて、てか、浜辺じゃなくてもいいんか。この辺とかにしとこっか、奥の。ふんふん。じゃ、とりあえず、この辺に、あれ。く。は。く、ギリギリすぎ。この辺に、置いておきます。え、何やってんの？お勉強？なんか、メガネかけて、本片手に、これを覗きよるわけじゃないんやね。なんかびっくりした顔しとった。新しい発見があったんか？あら、ごきげんようだってば。お話ししよう。今日のアイナトーも素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ、だってば。こういうなんかみんなの違った感じが見れるのすごく好き。あ、でなんか話しよる。ちょっと待って。何話してんの？ピコーン。あれ？くんくんくん。ツンダロくん、なんだかいい匂いがする。あら、わかる？新しいコラボをつけてみたの。おしゃれー。なんかバッグ持っとるやん。かわいい。アンチョビさんって匂いに敏感なのね。そういうのに気づいてもらえるの嬉しいわ。えへへ、褒めてくれてありがとう。僕、鼻には自信があるんだ。鳥の鼻、ちょっとよくわからないんだけども。ツンダラくん、ちょっと僕の匂いも嗅いでみてくれない？あら、アンチョビさん。あなたもコロンか何かつけてるの？おませさんね。どれどれ、くんくんくん。これは焼肉のタレ？焼肉のタレをぶっかけてるわけじゃないよね。ピンポーン、大正解。さっき服にこぼしちゃったんだ。あ、でもまあまあ。匂いだけで当てちゃうなんて、ツンドラくんもなかなかの食いしん坊だねーです。まあ、狼だから鼻がいいんじゃないかな。まあ、素敵な香りね。アンチョビさんらしくっていいんじゃないのかしら、だわ、なのだわ。まあでも、恋にぶっかけたわけじゃないからね。んと？どれだ？これか。2020年4月22日、改装工事のご案内。おかげさまでこの度、お店をリニューアルすることになりました。工事のため、4月23日はお休みさせていただきます。たぬき商店。え、ってことは次は？スーパーになるってこと？かな。さあ、それじゃあ、
じゃあそろそろね、多分預け取るやつから行かんといかんのか。橋が、もう完成すると思うんだな。今日落とし物ないね。落とし物というか。タヌキ開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回にタヌポートにアクセス特典マイルを付与いたします。こちらで300マイルゲットー。あ、タヌキショッピングなんかあるかな。グランドライト、ホースリール。特にないかな。キキカントリー。まあ。とりあえず、まあ、橋を完成させるために、ATM で、174,173 ベルあるけん。全部引き出すわ、私。はい、オッケー。これで22万円けん。あ、あと10万あったら、家の増築ができる。けど、しかし、橋を先に完成しておくわ。よしよし。はにわくーん。こんにちはでございまひ。ただいま、石の橋のための募金をしておりまひ。目標の16万8000ベルに向けて、現在1086ベルの寄付が集まっておりまひ。でも、飛び盛りに比べたらちょっと寄付の集まりがいい感じするよね。まあ、めっちゃコツコツではあるけど。はい、協力します。ってことで、出せるだけ全部。166,914 ベル。166,914 ベル、募金いただけますか？募金します。おかげさまで目標の16万8000ベル達成いたしました。完成を楽しみにお待ちくださいまひ。イエーイ。やったー、募金が目標の金額になった。よしよし、良きだね。お、掃除始めたの？お元気そうね、なのだわ。世間話でも。今日のエラトンも素敵ね。潮の香りで心が満たされるわ、なのだわ。さあ。これで石の橋も完成するやろ？ってことで次は、これでとりあえず、全部のところに、この真ん中から行けるようになって、坂が作りたいかな。もう作れるかな。ってことで、ほら、たぬきち。ちょ、待って。座りたい。アイラさん、どうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だらも？インフラ整備の相談。インフラ整備の相談だらもね。今ならこういう相談乗れるけど、具体的には何をご希望だらも？橋や坂の相談。橋や坂に関する相談だらもね。今は石の橋の設置準備をしてるから、新しい相談をお断りしてるだらも。ああ、なるほどね。そうなんや、やっぱり。募金も無事に集まったし、明日には工事も終わると思うから、そしたら改めて相談に来てほしいだらも。ちなみに他にも何かご相談あるだらも？間に合ってます。はいはい。またいつでもお待ちしてるだらも。お待ちしてるだらも。ってことは明日完成するまでは待てということや。よしよし。じゃあちょっと、あさみさんとお話ししてきますか。あれ、アイダホまたおる。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。あのチェックのスカートかわいいな。よう、こんなとこで会うなんて奇遇だないな。お話ししよう。やっぱ服は動きやすさと汗をよく吸ってくれるものに限るよな、の心。まあ、それは大事。って言いつつ私、カッパやけんね、これ。なんか、レインコートやけんね、これ。かわいいけど。あなたは確か、アイナさん？お、覚えてくれた。あれ、お姉ちゃんどないしたん？お客さんの名前覚えるなんて珍しいやないの。キヌちゃんは余計なこと言わんでええの。何のお構いもできませんけど、どうぞごゆっくり。やっとキヌヨさんじゃなかった。あさみさんが優しくなった。嬉しい。試着室を使いたいのね。どうぞ。そういう時には近寄ってこないでくれるのね。これ可愛くない？カンフーな服。え、これめっちゃ可愛いと思うんやけど。カンフーな服で、なんかこういうパステルチックな感じ超可愛い。ねえ、いいよね。何これ？プロレススーツ。プロレススーツ。三角巾。マスク。今マスク大事よ。めっちゃ大事よ。長靴。ワークブーツ。
ワークブーツとかがいいかな。バスケットシューズ。んな感じ。なんかかっこよくない？こっちがいいかな。んーで、ズボンとかは今日はないんか。ないね。スウェットスカートとキルト。これには、違う。これには、まあ、今のズボンがいいかなと。もうこれ部屋で履くようなズボンやけど。ま、でも可愛いよね。可愛ければ何でもよし。見た目さえ良ければ。じゃあこれで OK にしようかな。そこまではいらんか。よし、じゃあこれで買っちゃいます。このまま。いい感じやね。大きに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。何？三角巾が気になるの？買いなよ。三角巾か。でも、オイラが走り出すと向かい風ですぐ飛ばされちゃうんだよな、あの心。ちゃんと商品について話してくれるんやね。面白い。三角巾とかつけてほしいんやけど。つけんかな。絶対可愛いよね。ほら、今日おすすめはカンフーの服らしいけん、ちょっと。でも私はこっちの緑が気に入ったんよね。超可愛い。あの、濃い色じゃなくって、パステルチックっていうのがまたいいよね。私は好きな感じだわ。まだ部屋の中見たことない子とかおったかな。とりあえずおらんかな。ちょ、待って。お、桜島が家にいる。見たことはあるけど。何？何作ってんの？え、作業台とかそんなとかあったっけ？あったっけ？いてて。こりゃ腰に来るな、でごわす。何してるの？フルーツウォーターサーバーをちょっと工作してみようと思ってな。何そんな女子力高いもん作ってんの？え、フルーツウォーターサーバー、フルーツジュース飲むの？難しそうに見えるかもしれないが、こういうのはな、気合と根性で意外となんとかなるもんなんだぜ。今じゃこういうことを DIY ってかっこつけて呼んだりするらしいが、俺は日曜大工の方がしっくりくるな。そうだ、俺の考えたフルーツウォーターサーバー作ってみるか。なーに、簡単だから心配すんな、デコワス。え、マジで？こんな方法でもレシピってゲットできるん？めっちゃいいやん。作ってみたい。いいぜ。作り方はここにメモしてあるから、この通りに作ればバッチリ作れるはずだ。嬉しい。そんなに難しくはねえと思うし、アイナならお茶の臭いサイだろ？ってかばす。へえ、すごいね。なんか、住人がめっちゃ DIY しようんやけど。とりあえずレシピ覚えて、イエーイ。どんな感じ？フルーツウォーターサーバーって。こういう感じなんや。へえ。めっちゃ果物いる。ないわ。ないわ。そもそも梨とオレンジと桃は見たこともないんだけど。あつ森で。これはあれか？なんか島とかで偶然たどり着くしかないってことかな？そういうフルーツがなっとるところに。なるほどね。大変そう。でもこういう感じでレシピ増やせるのは嬉しすぎる。ね。なんか、意外な。しかも物自体も意外やしさ。これはもうバンバン家とか入っていくべきやね。あとこういうさ、なんかちょっと真ん中気になるけんさ、こういうところに、ね、貝のテーブルとか似合うと思わん？この部屋。作ってきてあげようかな。遊びに来てくれてあたい感激だよ。あは。おしゃべりしよう。実は昨日、アイナちゃんが木を揺すってるところをたまたま目撃しちゃったんだよね。噂では揺すりまくってたらしいけど、欲しいものでもあったの？てか、蜂には気をつけなよ。あは。あ、そういえば顔いつの間にか戻っとるけど、私昨日、蜂に刺されてさ、蜂に刺されて、目めっちゃ腫れた状態で、セーブしたし、あとタランチュラにも超刺されたしって感じだったんやけど。あ、どうしたの？今日はアイナさんにリアクションを教えしたいと思います。アイナさん、ごきげんよう。今日の気分はいかがですか？ちょっとした挨拶にも使える、ねっていう便利なリアクションなんですよ。アイナさんもよかったら試してみてくださいね、よ。かわいい。ね、なリアクションを教えてもらった。ごきげんいかが？
早速使う。ちょっと待って。どこね。のれね。え、ね、なくない？え、ね、ないんだけど。ね、がないんだけど。すべて。なるほどね。こういう感じなんや。へぇー。ね。こっちを向いてください。こっちを向いてください。ね。かわいい。かわいい。よき。貝殻のテーブル。よし、作ろう、作ろう。貝殻のテーブルができた。オッケー。ってことで、これをちょっとモニカにあげる。まだ家おるよね、ちゃんと。ねえねえ、これこれ。わーい、遊びに来てくれてありがとう。あは。これいらない？ん？なになに？あは。尻尾振った、かわいい。この貝殻のテーブル。え、貝殻のテーブル？これ、本当にあたいがもらっていいの？うんうん。サンキュー、アイナちゃん。あたいこういう色好きなんだよね。あたいちょうど模様替えしようかなって思ってたし、その時におこばし決めようっと。あは。ただでもらうのは悪いし、お返しと言っちゃなんだけど。2964ベルもらって。あは。高くない？そんなに？ありがとう。それってもうなんかね、勝手に持ってきて売りつけ売るみたいな感じやけど、よかったの？なんでそんなに仁王立ちなんか知らんけど。普通にあげるつもりなだけやったんやけど。そのうちちゃんと飾ってくれるんかな？その場で置いてくれるんかと思ったけど、違ったね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで私はちょっと明日からのアップデートを楽しみに今日もせっせとお金集めをしようと思います。次はあれやね。またもう一段階家が出かけるできるようにそっちの方のお金を貯めていこうか。